その時にこのラゲッジボードがここから紐が出てですね、ここにこの部分に引っ掛けてラゲッジボードをこういう形で固定できるような機能があったんですよ。フォレスターにはなぜないのかなということで、まあ引っ掛けるぐらいだったら自分でも DIY でできるんじゃないかなと思ってやってみることにしました。当初はここに紐を結んで二掛けフックがあるんでここに引っ掛けるとか、あとここに S 字のフックで引っ掛けるとかできるなと思ったんですけど、ここに紐をつけるとラケッチボードを戻した時にこう紐が出っ放しになるんですよね。でそれあんまり見た目良くないな、このボードの裏側から紐が出せたらいいかなと思ったんですけど、でここにね紐を結ぼうと思ったんですよ。そうするとあまりないかもしれないですけど、引っ張りすぎた場合にここがね奥に行かないような固定がないので、スポッと入り込むと抜けてしまうんですよね。まあ、裏側からあまり引っ張りすぎるとこれが抜けるということになりかねないので、ここを固定しないとダメなんです。準備したのは余ってた S 字フックで、余ってた紐で、これなんていうんですかね、ちょっと部品名思いつきませんけど、これも余ってたやつですね。あとマジックテープ
これマジックテープですね。でこれ何に使うかというと、この輪っかの抜け止めに使いたいと思います。こんな感じですね。こういうふうにつけておくと、まあ、ちょっと切れ込みが不細工なところはあるんですけど、これつけておくと裏側から引っ張っても抜けることがありません。このようにですね、このプラスチックの備品が引っかかりますので抜けることはないですね。でここに紐を取り付けます。こんな感じで結びました。なんか上に引っ張る分には抜けそうにはないんですけどね、まあ、念のためにこのプラ部品つけておこうと思います。で片側の方には S 字フックをつけました。まあ、こんな感じで完成です。持ち上げてここに引っかかるかなと思ってたんですけど、この S 字フックが小さすぎてここには引っかかりませんでした。この部分に引っ掛けて固定しようと思うと、この倍ぐらいのね S 字フックの大きさは必要かなと思います。ただフォレスターにはここに 2× フックがついてるので、2箇所どちらかにね引っ掛けることで固定できます。長時間だとねやっぱり耐久性とか問題あるかもしれませんけど、数分のことなので、まあ、十分な強度かなと思いますしね。こうすることでラケッチボードを上げながらの作業でも両手が使えるようになるので非常に便利かなと思います。紐を収納しておくときにこのようにブラブラしないようにこの辺りにですね面ファスナーを貼って、この紐の方にもファスナー面ファスナーを貼ってですね、この辺にピタッと固定できるようにしようかなと考えてたんですけども、それやらなくてもですねこのフックをここに引っ掛けることができるので、この状態で締めると、まあ、紐がここに出てくることなく、 S 字フックは金属なのでその金属がカチャカチャいろんなところに当たることもなく収納、ちょっとタイミングによっては出てきてしまうんですけど、このように収納することができましたので、まあ、これでまあ完成ということにします。
ケッチボードを支えながらの作業で両手が使えなくて困ったなと、そういう方はぜひ試してみてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。